2006年11月25日、26日表参道ヒルズで行われました神ロボエンターテインメントショップ魔王 VS ブルーキラーの公演の部分を脚本演出していただきましたヨーロッパ企画主催の上田誠さんにお越しいただいております。皆さんすみません、ありがとうございます。いやどうもありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、そうで、僕はまあ以前からその神ロボ自体は知ってはいたんですね。そうですか。はい、それででも京都の方だとかは全然知らなくて、僕もヨーロッパ企画の深夜番組見たことがあって、はい、あ深夜番組は、それは関西で、はい、そうですね、関西で、はい、関西のまあちょっと僕らがちょっと番組1個だけやらせてもらった番組があって、はい、それを偶然見てくださっていて、はい、芝居ってその見たことなかったんですけど、見に行って思ったのがここを見てくださいっていうポイントが、はい、あすいません、落ち着いてましたここを見てくださいっていうポイントがテレビとか映画やと、まあ、一箇所に集約されてるような感じだと思うんですけど、芝居ってこっちで何かやりつつこっちでも何か始まってたりとか、あ、そうですね、そういうの上田さんすごい計算して、さらにこっちで始まったことの続きが今度こっちに移ったりとか、はいはい、なんかそういう構造がすごいなと思って、視点がこう変わっていったりとか、結構見ていただいたやつはそういうごちゃごちゃとしたパノラマの中でこういろんなとこでいろんな事件が起こるような話だったんで、こういうのとは全然違う感じですよね、きっとね。あでもなんかこうなんかゲーム作られたんですよね、昔。あ昔僕そうなんですよ。あ、そうなんですか。高校の頃とかですけどね、はい、パソコンでゲームを作ってまして、プログラムをされる。そうです、そうですか、はい、学科もそういう学科なんですよ。あそうなんですか、はい、でなんか演劇ってもっと感覚的に作るものかなっていう頭が思い込みであったんですけど、なんか構築するみたいな、なんか上田さんはこう構築する人なんかなっていうのが、それが一番大きななんか印象っていうか、あんまり、そうなんですよ、実は人間のね情感であるとかに全然興味がなくていいますか、全然書けないんですよ、それが本当に。なんか今回でも感動したとかって言うていただいたり、結構なんか最後のところで泣いてくださったお客さんがいらっしゃったみたいですね。いて、それですごい良かったという感じだったんですけど、本当にあれなんですよ、コンプレックスぐらいそういう感動路線のことってできないんですよ。はい、これちょっと意外ですね。意外ですね。もともとこういうプロレスの熱い世界やから、はい、こうほっといてもこうちょっと何は武士的になる、どうしてもなってしまうところをちょっとちょっとこう笑いをちょっと挟むことで、ね、はい、それがすごい結果的にすごい良かったなと僕は思ってるんですけど。ああ、ありがとうございます。ただそれには予告編がね、ああそうですね、ものすごい劇的やったじゃないですか。で、まあ、見て何をしてくれてんだというですね思いがありまして勝てないというですね、そっちの方で、ね、なるほど。それでちょっとどっちかというと、はい、くだらない笑いとかの方に行ったというですね、隙間産業的に、ね、あれ笑いの方に振ると、はい、なんか感動するような感情が湧いてきたりとか、逆に映像の方を見るとすごい熱い男のロマンみたいなのを描くと意外と笑えたりとか、バカバカしかったりね、はい、逆に行くと逆に戻ってくるなみたいなことは。そうですね、全体だから一つにちゃんとつながっていた感じですね。三郷、ね、というところで、あ、バタフライストロークの大きな倉庫がありまして、はい、そこに、まあ、今ここにありますけども、これを原寸大にしたセットが、はい、組まれていまして、そこで初めて稽古というか、まあ、皆さんで集まって、そうですね、ですよね、はい、道の子の方も一緒に、道の子プロレスを、そうですよね、あれ、本来自分らの仕事してる範囲では合わない人同士がこうワッて合わせるから、すごい緊張感ありましたよね。緊張してましたよ。ありましたね。はい。お互いにありましたね。笑ってるかなと思ってこうね見てました、ずっと。はい。まあ剣山を、まあ、今回扮していただいた、はい、道の子プロレスのプロレスラーの方が、はい、本当にそのお話でですね、
プロレスラー自体が感動したと。おお。泣ける。胸にグッときたっていうのを聞きましてですね。はははは。それは聞かれて。それ僕聞きました。ですよね。はい。それはあのムービーではなくですか。いや芝居です。芝居で、要は練習で稽古で目の前で見た芝居、芝居をこう見ながら。ミサトの時ですね。あ、胸を突き動かしたと。あのキラ上げの。本当ですか。オーバーラップ、自分とオーバーラップ、オーバーラップしたらしい。あれすごいですね。すごいですよ。現役レスラーの魂を揺さぶったという。すごいですね。いやね、ありがたい話ですね。それは予想もしてなかった。そうですよね。ことですね。もう受けてるか受けてへんかだけの。そうですね。新崎さん笑ってるかとかそればっかり言ってたんで。あの本当に相対的にあの未知のプロレスの方たちも本当に良かったんですよ、評判。ああそうですか。いや僕らからしたら逆にめちゃめちゃ助けられたと言いますか。まあ居酒屋でねこまごま話しててそんなにこう盛り上がるもんじゃないじゃないですか。あのねその表参道ヒルズで何をねこう宇田話、はい、それことやっぱりねプロレスがあったから最初にそれでねかなりやっぱりわーって湧いた後やったんでめちゃめちゃやりやすかったですね。はい、で最後に登場ですもんね。それが辛かったんですよ。そうですね。あれは最後こう競り出てきて、はい、競り出てきて、そうですね。はいはい、あれはちょっと前からずっと中に入ってらっしゃった、ね。あれ僕最初から入ってたんですよ。最初からですか。ええ、ま、この台が揺れるから、もう座っていた方が楽や思って座ってたんですよ。軽い軟禁状態ですかね。ええ、それはで音周りの芝居見れてたりするんですか。こう芝居あのモニターに映った時だけはこう見れるんですけど、あ、うん、あとは何も見れてなくて、はいはいはい、でもあのキラーゲノムの本田さんが、本田さんがちょっと待ったって言うために出ていく場面あるじゃないですか、はいはいはい、あれここ僕の目の前で待機してはって、あ、それ見えてるからこうタイミングこう測ってはって、ちょっと待ったこっちから見えるが、舞台裏が、あ、もうすぐ俺の番やと思って、はあ、いやいやねえ、あれ蓋が開いた時とかどんな感じなんですか。あれなんですよ、はい、さあそれなんですよ。いよいよ当日現場で見たらこれ俺大丈夫かなって急にものすごい不安になって、お客さんとすごい近かったんですよ。そうですね。でバカってなるっては聞いてたけど、はい、バカってなった瞬間スタッフの人らがめちゃめちゃ笑ってて、でそれをあ受けるから OK やって思えへんくって、はい、ここに俺座ってて大丈夫かなって思って、もともと僕人前に出る仕事でしてたわけじゃないし、何かの拍子で人前に出ることになってしまったタイプなんで、ああいうのをうまく消化できないんですよ僕。大丈夫かな思って、リハ終わった後に昼飯ヨーロッパ局の人が食ってる時にちょっとこれ上田さんに聞きに行こうかな思って聞きに行って、僕はここからパッカーンなっても僕大丈夫ですか、どう見えてるんですかって真顔でこっちもこっち言うてもね、ヨーロッパの芝居の演出もしててこっちも緊張してるのにもう何を言うてんだろうって。いや、ね、この人以外の人に聞いたら大丈夫大丈夫って絶対言われる絶対言われるって思ってたから僕も、はいはい、同じこと言う言うてでもなんか酔っ払ってる時にどう判断するかみたいなところを基準に置いてあみたいなことを言ってもらって、あんまりね冷静になってこうやるもんでもないのでね、うん、あんなんてね高揚しお客さんも高揚してるので、うん、酔っ払った気分でやったらどうですかと、うん、そういうね、それ聞いて、あ、まあ、確かにそう言われてみればそうやなと思って、うん、そうですか、先生のあのアドバイスはもうあのアドバイスのおかげでアポに座りました。そうなんですか。全体振り返ってみて最後に印象といいますか、はい、はい、いやもう本当にあれが良かったですね。あのもう重なるかもしれないですけど、その安井さんの頭の中の一人遊びを結構共有できたんじゃないかなというのがすごい良かったので、うん、でまだまだあるじゃないですか、うん、まだまだありますね。その犬みたいなキャラも
いるでしょ。いますね。あの飾ったとびっくりしたんですけど、あのレスラーメーカーには載ってないですけど、一回あれでしょ、こう犬と戦わせるための犬を作って一回しかやってないとかっていう。そうです。犬じゃないんですけど。なんですか。もっともっとなんか獰猛な獣的なイメージです。あ、犬じゃないです。犬。野良犬。野良犬ペーンやる、そんなんじゃないです。もっともっと獰猛なやつがガーって来よるんで、クマみたいなやつが来よるんです。あ、なるほど。昔のあのウィリー・ウィリアムスタイル。ヒグマのイメージの。ヒグマのイメージ。なるほどなるほど。犬じゃない。犬じゃない。ハテナハテナやったんで。そう、そんなんとか。まだまだ ね、 そうですね、描けるドラマがあると思いますんで、ぜひまたやらせていただきたいです。はいはい、前回のあの後楽園の時って、まあ、僕は僕のパートで、でプロレスはプロレスのパートみたいになってたんですけど、そうですね、ちょっと分かれてましたよね。今回それ全部で演劇も融合してたんで、うん、あの一緒にものを作るっていうのができたんで、うん、それはすごいあの面白かったんですよ、うん、ものすごい面白かったんで。なんか僕もともと割とそういう子供の時からコント作ったりとか、なんかちょっと映像作ったりとか、そんなこともやってたんで、でその時の面白さをちょっと思い出すぐらい面白かったんで、あ、そうです。すごいあの貴重な経験をさせていただいて本当に。じゃあぜひ機会があれば第2弾第3弾とね、やりましょう、やってみましょう、これ。はい、本当に今日は皆さんお忙しいところ、いや、ありがとうございました。ありがとうございました。わざわざ、ありがとうございました。京都の方からお知らせしました。夜の客の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。